朝シャンはハゲるって言われてるんですけど、その理由教えます。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、冒頭にもお伝えしたんですけど、朝シャンってハゲるって一度は皆さん聞いたことないですか？それでね、僕の周りとかでもね、結構かなりね、朝シャンってハゲるんでしょみたいな感じで、ね、言われることも結構多いんですけど、それのね、理由について今日はね、紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけど、髪の毛が成長するっていうのが、やっぱりね、成長する時間帯ってあるんですよね。それは大体夜、寝てる間に成長するっていうふうに言われてます。頭皮の汚れだったりとか、まあ、あと皮脂がついてたりとか、あとはホコリがついてたりとかすると、そのね、髪の毛の成長を妨げる可能性があるので、できればね、夜しっかりと洗ってあげて、髪の毛がね、綺麗な状態、頭皮が綺麗な状態にして、髪の毛を成長させていく。そういう風にしてあげると、抜け毛のね、原因だったりとか少なくなるっていう風に言われてます。朝起きた時にシャンプーをする。こういう風にしてしまうとね、夜ね、成長しないで朝汚れを落とす状態になってくるので、この髪の毛のサイクル、成長サイクルが崩れるっていう風に言われてるので、抜け毛が多くなってハゲるっていう風に言われてます。なので、なるべくですけど、夜洗うのが、一番ベストかなと思ってます。で、二つ目なんですけど、朝ってあまり皆さん時間ないじゃないですか。シャンプーするとね、すすぎ残し、だから流し残しですよね。があったりとかっていうことが結構頻繁に多いっていうふうに言われてます。なので時間がないからね、さーっと流して早く出ないとっていうので、流し残しがあって、でそのままドライヤーバーッと乾かして出てしまう。でここら辺とかにシャンプーついてたりとか、あとリンスとかトリートメントがどっかに付着してると、頭皮がね炎症を起こしたりとか、毛穴のトラブルができたりする可能性があります。そうすると抜け毛の原因がね、かなり悪化する可能性がありますので、なるべくね朝洗うんだったら時間がある時に洗っていただいて、しっかりと流すっていうのが、結構ね鉄板になるかなと思います。最後になんですけど、3つ目っていうのは紫外線っていうことなんですね。今の時期ってね、まあ梅雨だったりとかもそうなんですけど、やっぱり晴れたりしてきたら結構紫外線強かったりもするじゃないですか。その時に朝洗うと、ね、頭皮ってね夜寝て朝起きたら若干ですけどこう油分がついてたりとかしません？ちょっとこう触るとベタッとしたりとかするんですけど、こうやって膜を張ってくれてるんですよね。まあ頭皮を守るような感じで膜を張ってくれてます。でそれを朝流してしまうと、この膜がなくなってる状態なので、ダイレクトにね紫外線を浴びたりして日焼けの原因だったりとか、炎症の原因になります。そうすると、やっぱりねその髪の毛のサイクルだったりとか抜け毛の原因だったりとか、例えばですけど白髪の原因になったりするっていう風に言われてます。なのでできれば夜洗って、朝はね寝癖のところをちょっとシュシュッとこう濡らすぐらい、濡らして寝癖直しをするぐらいにするのがベストかなと思います。朝シャンのメリットみたいな感じのね、ことを紹介していきたいと思います。まず一つ目なんですけど、朝起きて温かいお湯を浴びると、体ってね交感神経がね結構活発に動くっていう風に言われてて、でそうするとねもう活動モード、今から仕事頑張るぞみたいな感じの活力が生まれるっていう風に言われてます。なので朝ね起きるのが苦手な方って結構いらっしゃるかなと。低血圧の方もそうだと思うんですけど、そういう方っていうのはね朝温かいお湯を浴びて、きちっとねこう切り替えてあげる、そういったこともね、メリットの一つかなと思いますので、朝が苦手な方だったりとか今日はちょっと気合い入れるぞっていう時は朝ねお湯浴びるのが一番いいっていうふうに言われてます。で2つ目なんですけど、寝癖対策、まあ、これにはなるかなと思うんで、僕もね朝来た時に、前もねちょっとルーティーンでちょっとお見せしたんですけど、朝お店でお湯で、一回濡らします。まあそうすることでね、まあ寝癖だったりとか僕結構癖がひどいので、朝濡らさないともう大変なことになるんですよね。なので朝濡らして、やることによって寝癖もね一回リセットできて、またねスタイリングがしやすい状態になるので、寝癖がひどい方に関しては朝シャンやってもらってもいいかなと思います。3つ目なんですけど、体臭予防です。ね、夜寝てるとねやっぱり結構汗かくって言われてるじゃないですか。
なので朝ねそれをね洗い流してやることによって体の匂いだったりとかも少しやっぱり消えるかなと思いますので、自分では匂うけど人にはあんまり気づかれてないみたいな感じも結構多いかなと思うんですけど、でも自分が気になるとね、なんか一日やっぱりこう気持ちよく過ごせないっていう方もねいらっしゃるかなと思うので、やっぱりね匂いが気になる方だったりっていうのは朝ね一回シャワー浴びてもらって、一回ねこう皮脂だったりとかをね汗だったりとかを流して、やってあげるとねリフレッシュの効果にもなりますし、体臭予防にもなるかなと思いますので、そういう方は、朝洗うのも一つかなと思います。はい、こんな感じでね朝シャンについてのねメリットデメリットみたいな感じでね、今日は紹介させてもらいました。個人的には夜しっかりと洗ってシャンプーだったりとか体洗って、で次の日には、シャンプーはしないで僕は流してあげる、お湯で軽く流して、でやっぱりこう体臭だったりとかね気になる方に関してはちょっとね、軽いちょっと優しい系の石鹸で、洗ってあげるとやっぱり匂いだったりも消えるかなと思いますし、で朝シャンプーしなくても流すだけでも結構ね汚れだったりとか皮脂、まあ一日の皮脂とかもちょっと取れるので、で油分まではしっかりとね、取れないと思うので、まあ紫外線も少しはガードできるかなと思うんですけど、まあそこであんまりシャンプーはしない方が個人的にはいいかなと思います。で夜しっかり洗って、で朝入る方に関しては流して体だけをちょっと洗うぐらいにしてあげると一日ねシャキッとして、動けるかなと思いますので、今日はね朝シャンは晴れるみたいなテーマでねお送りさせてもらったんですけど、一応こんな感じで個人的に思ってる、見解になります。なので一概にね、それで、朝シャンは剥げるってわけでもないかもしれないですけど、剥げるリスクだったりとかやっぱり頭皮のトラブルのリスクっていうことが結構ね、考えられると思いますので、よかったらね、気になってた方参考にしてみてください。この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。